川光博也は沖縄県宮古島市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。野球を始めたのは下地小学校3年生から。仲の良い幼なじみたちが少年野球チームに入ったのをきっかけにして始めたが、最初は軽い気持ちだったという。下地中学校時代は軟式野球部に所属し、ポジションは主に一塁手と外野手だったが、 ベンチでスコアブックをつけていることが多かった。高校は、宮古にある4つの高校のうち、甲子園を目指すなら、当時は、宮古高等学校に入るところ、楽しく野球ができればよいという理由で、沖縄県立宮古総合実業高等学校を選んだ。しかし、中学、高校ともに、野球部に専門的な指導ができるコーチがおらず、高校では、 野球部に入部後、投手が足りないという理由で本人曰く、行きかがりでピッチャーに転校。一年夏から、ベンチ入り。高校時代は、全くの無名で、三年夏の全国高等学校野球選手権沖縄大会では、初戦で、高南高等学校と対戦し、0から11で5回コールド負けした。その後、沖縄県内の大学からも声がかけられていたが、 福岡の九州教立大学経済学部に進学。九業大公式野球部監督の中里清からは、投げる時の体の使い方や連動が素晴らしく、日本を代表する投手になれる素質と見出された。入学時は、体重65キロと細身だったため、入学後は1日4食に夜食を詰め込む努力で15キロの増量にも成功した。一年秋に初登板を果たす。 2年春には5勝0敗という成績を上げ、福岡6大学野球リーグで最優秀選手賞を獲得した。3年春季リーグでベスト9選出、防御率1位。3年時には第38回日米大学野球選手権大会の大学日本代表選手選考合宿へのメンバーに選出され、最終代表からは漏れたものの、 この時の合宿で当時東洋大学のエースだった藤岡隆弘からスライダーの投げ方を教わるなど目標とする選手への弟子入りも経験した。2011年10月にパナマで開催された第39回アイブフワールドカップに大学生として唯一選出されアメリカ戦とプエルトリコ戦の2試合で先発2試合系投球回数7回で8。 失点という結果だったが、社会人野球の選手たちとの差など実感することも、多く国際舞台での貴重な経験となった。11月には、翌年の世界大学野球選手権大会に出場する大学日本代表選手の先行強化合宿に参加する40人の中に選出。2012年、4年では、春季、秋季リーグで防御率1位。 リーグ通算33試合17勝5敗、防御率1.51。2012年のプロ野球ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから2巡目で指名。契約金8000万円、年俸1300万円という条件で入団した。背番号は36。なお、2014年のプロ野球ドラフト会議では、大学の同期生で、社会人野球に進んでいた、竹下慎吾。 福地元春が指名。指名後に、竹下が東京ヤクルトスワローズ、福地が横浜 DNA ベイスターズと契約したため、川光を含めた左投手3人が NPB でのプレーに至った。大学の同期生だった3人の左投手が、同じ時期に NPB の球団に在籍した事例は、東北福祉大学出身の吉見雄二、荒井、平達也、加藤達夫以来である。 入団後は2014年と2015年に運動障害のイップスによる請求難に苦しむなど4年間で1軍公式戦への登板機会がないまま2016年10月1日に球団から戦力外通告を受け12月2日に自由契約公示された NPB 他球団での現役続行を希望し2016年11月12日に阪神甲子園球場で 開催の12球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式の対戦で、打者3人を無安打に抑え、一つの三振を奪った。2017年から、地元の沖縄県を本拠地としている、社会人野球チームの沖縄電力でプレーすることになった。2018年シーズン末をもって退部した。また割りで、足が180度で開いて、 胸までつくという関節が非常に柔らかい柔軟性のある186センチの長身で手足と指が長い投手体型最速時速147キロメートルの伸びのあるストレートと落差の大きいカーブで緩急をつけたピッチングが売り、特にカーブの請求力は高く評価されている。変化球はカーブの他にスライダーとフォークボールを投げる。 課題は低めへの請求と立ち上がり、理想とする投手は今中信じ。プロ入り時の会見では目標とする選手の名前に同じチーム所属となる、ナルセヨシヒサを挙げ、高校時代から好きな投手で動画や連続写真などをよく見ていたという、ありがとうございます。